おいさや、マジか、マジなのか。あの、顔をそんなに近づけないでいただけます。唾がかかりそうで。だったら答えろ。ニカレイのあの噂、本当か、本当なのか。うわ、失礼ながら、アサギ先輩にお答えする義務などこの私には。ニカレイが夏祭りに来るってのは本当なのか。唾、顔に唾が。服部消毒、殺菌、害虫駆除。ほ、ただいま。か、か、目が、目が。ちょっとあんたたち、何二人でコントやってんのよ。コントじゃねえよ。てか、何なんだよこのおっさん忍者。得体の知れないもん吹きつけやがって。ん、効果がない。しぶとい生命力でございますな。害虫じゃねえっての。あの、喧嘩はやめてください。私のために、私のために二人が争うなんて。どうした花子。ニカレイが夏祭りに来るって話ならもうみんな知ってるけど。え、なんで。そんなのサヤに聞くまでもないでしょう。だってさっき。おはよう。ねえ、校門のポスター見た。二階堂レイが夏祭りで歌うみたいよ。ほら。くっ、俺としたことが。サヤを問いただそうと脇目も振らず走ってきたのがアダとなったか。ちなみに二階堂レイを招いたのは上白堂ですから、ステージでは上白家の歴史的な威厳と施しを兄の身分からたっぷりご説明させていただきます。誰も聞きたくないだろう、ボンボンのスピーチなんて。浅木先輩、何かおっしゃいました。はい、ボンボンのスピーチなんて聞きたくないと申し上げた次第でございます。服部、ちょっと待ったー。って、あれ、なんかお前、今日はやけに反応が鈍くねえか。そうね、いつもならケンスケ君と一緒に大騒ぎしててもおかしくないのにね。なんかいつもと違うんだよな。アムナ、お前なんか知ってるか。知らないし。おい、今の聞いたか。ついにアマナが俺に反応してくれたぞ。嬉しい。そしてやっぱりおかしい。そんな複雑な気分。おい、正直に吐いちまえよ。俺の追求からは逃げられないぜ。この数日お前に一体何があった。そうだな、上白堂が協賛についてるから毎年ゲストがやってくるのが恒例になってるんだ。マイミ姉さん、この男、まんまと話題をそらされて、なおかつ気づいてない様子ですけど。しっ、放っておきな、面倒だから。ただ、三果て町みたいな田舎町に今をときめく芸能人が来るわけねえからな。落ち目の芸人とか、まあそんな感じだったわけよ。しかし、今回のゲストは現役国民的アイドルの二階堂レイと来た。映画の撮影を兼ねてるとはいえ、これはもう事件に近いっしょ。夏祭りに挑むミスケンのメンバーとしては少々レベルの低い会話じゃない。お、山城先生、ちょうどドタバタコントが終わったところです。誰がドタバタコントじゃ。先生、もう浅木先輩たらアイドルの話しかしないんですよ。まあそれはいけないわね。あなたたちには見果て町の夏祭りの意味をしっかりと理解してから参加してほしいものね。私知ってます。読み人を元の場所へと返す行事ですよね。その通りよ。もともと見果て町の夏祭りも一般的な盆踊りと同じように死者を供養するための催しだったのだけど、100年前の読み人事件を境に蘇ってしまった読み人を向こうへ返すという意味合いが強くなったそうよ。なるほどね。あ、そういえば去年の夏祭り、高神神社に行ったらものすごい数の風車が壁一面に回ってた。ひゃー、
想像しただけで気持ち悪くなってきた。読み人じゃなくても目を回しそうね。芸能人や夜店もいいけど、伝統文化の背景を考えながら楽しむといいわね。それじゃ、いい機会だから日本の祭りについて今日は少し紐解いてみましょうか。お先に。あ、みゆ、今日はカフェに行けないけど、また顔出すから。わかった。それじゃあ私も帰るかなーっと。まゆみ、お前木曜日って付き合い悪いけど、なんか用でもあるのか？は？あんたの知ったこっちゃないでしょ。それじゃあお先しやーす。怪しい。今日の夜、空いてる？ちょっと話したいことがあるの。上白ホテルに7時とか。よかった。待ってる。やめて。変態。ごめん、時間通りにバイトが終わらなくて。ラウンジで冷たいものでも飲まない？何か言った？時々ちょ。いらっしゃいませ、お嬢様。三影さん、こちら同級生の。はじめまして、三影と申しまして、このラウンジのマネージャーを務めております。私、本名は天名辰臣と申します。私のおじさん、名前を変えてここで働いてるの？名を変えて生きていけるのは田舎町の特権でございます。お嬢様、今日は何を？
コーラ二つ。お嬢様、ご説明しても。天名家は代々生まれてくる女性には神の力が分け与えられていると言われております。亡くなられたミュウ様のお母様しかり、祖母様しかり、この御果て町を守るべくこの地に生を受けた特別な存在、天名家は神の使命を帯びた一族。ただ名ばかりの名家である神城とは訳が違うのです。御影は、口が過ぎました。ミュウ様は天名家の希望です。天名家を再生し、この町を繁栄させていく未来はミュウ様の創建にかかっております。大げさ、古い人なの。天名家の一族はこの町の至るところにおります。このホテルの支配人も天名家の血筋。この町は天名家の町なのです。知らぬは浮世に溺れた上白家のみ。三影、もういいから。失礼いたしました。それではごゆっくり。三影さんはずっと天名家を支えてくれてる。実動部隊大鷲の一員でもあるの。天名家では男は守る存在なの。おばあちゃんがよく言ってた。私が義経でお兄ちゃんは弁慶なんだって。三影さんが飲み物は何でもタダにしてくれるの。だから時々ここに来て自分のオーラの力を試してる。片目で見ないといけないから、やりすぎると気持ち悪がられちゃうんだけど。そうだ、この前上城邸の社で見つけた昔の資料、あれ100年前のことが書いてあった。ちゃんと書かれてる。当時の役場の押印もされてて、かなりしっかりした資料だっておじさんが言ってた。それは今となってはどうでもいいこと。今さらそんなことをして上城家の名を傷つけて一体何の意味があるの。この町は上城堂も含めてうまく回ってる。問題を問題にすることはない。それが天名家の判断。あとは天名家が読み人を排除すればそれでいい。善行は隠れてすべし。天名家の家訓忘れた。私がすごいんじゃないけど、それが天名家。でも上城家だってこれまで頑張って。ほら、噂をすればよ。彼よくこのラウンジで見かける。オーナーだから別におかしな話じゃないけど。今日は確かめなきゃいけないことがあるの。やっぱりあの人違うの。数ヶ月前に見たオーラと全然。もちろんオーラの色合いが変わることはある。あなたもそうでしょ。だけどあの人は色がどんどんくすんできてる。読み人もオーラは持ってる。だからそう簡単に決めつけられないけど、だけど
初めて。人ってこんなに色をなくしてしまうものなの。あれ確か。そう、私には大きな壁が見えるけど。え？このオーラ、見たことある。緑が強くて、すごく綺麗な。似てるっていうか、全く同じオーラをどこかで。誰だっけ？オーラが乱れてる。すごく、なんだろう。ダメ。私、勉強不足。もっと自分でコントロールできないと。春頃に彼をここで見たときは、すごくバランスのいい深い色のオーラだった。なのに。山城先生も時々見かける。いつもあの席に一人で座ってる。見つかる前に帰ろう。怒られるだけよ。ほら、急がないと。
それじゃあね。やあ。
お待たせ。恥ずかしいな。言い方変だよ。はい、これ紫は私のオーラの色だから、お守り。登場の前に一言だけ言わせてください。昨年この町から素晴らしい作品が生まれました。皆さんもうご存知ですよね。ワールドエンド、御果て町で教鞭を取る山城先生が執筆した御果て町を舞台にした物語です。この作品を日本中に広めたい。御果て町の素晴らしさを映像の力をもって証明したい。そして今文字で作り上げられた世界が映画になろうとしています。主演はこの街を本当に愛してくれている二階堂レイさん。そしてこの一大プロジェクトを支えるのは上城堂の、この御果て町で生まれたこの上城さやが全身全霊を込めて、すべての責任を持って、この作品を世界に、あなたに、届けます！上白家の威厳と施し、見事に伝えたんじゃない？違うよ、呼んだの。ほら、あれ。でも、さやがやってよかった。もしかしたら読み落ち。ありがとう！みんな夏祭り楽しんで！
嫌な予感がする。ミブさん、神城邸へ向かったみたい。これ、禁足地に入るつもり？お兄ちゃんを呼ぶ。ミブが読み人ならそうするべきだと思う。私は家に帰れって。大足が一緒に動くから。最後に手を下すのはお兄ちゃんだけど、昔からそうやって読み人を排除してる。だとしたら。花火、こんなに近くで見るの初めて。この街に花火が上がると夏が終わるの。夏が終わると、読み人の季節が終わる。100年前の大虐殺が、また起きるわ。うん。あ、入り口へ。鍵閉めておかないと。殺しておくべきだった。この女、前から気に食わなかった。俺のことを薄気味悪い目でジロジロ見やがって。やっとわかった。お前、高めだな。だが、読み人を探せてはいないようだな。まだ探し方がわからないか、それともばあさんの目が節穴だったか。お前らが神城の岬に忍び込んだのは。やはりそうか。100年前の読み人事件、その記録を全てあそこに封印してある。勝手に忍び込むとは、最近の高校生には虫唾が走る。俺が一体何者か、か。さあな、そんなこと知るか。ここが限界だ。もう神城みぶを演じるのにも疲れた。俺は、欲望のままに生きる。まずこの女を殺して、あいつに俺の存在を分からせてやる。
まだだ。簡単には殺さない。だよ、もう楽しめないのか。それじゃここまでだな。一息には終わらせてやる。俺はな、これまで散々我慢してきたんだ。お前に想像できるか、取り返しのつかない人生を、やり直しのきかない人生を歩んだ奴の気持ちが。この世界は残酷だと思わないか。金があっても自由は手に入れられない。本当に欲しいものはこの手からすり抜けていく。読み人かってか。社の記録で全て知ったよ。天名家の残党が読み人狩りをしてることもな。さあ教えてくれ、俺は読み人なのか。誰が俺を殺しにやってくるんだ。そら言わねえと。言わなくても殺すけどな。お前は読み人じゃない。ミグ、お前は読み人じゃない、ただの殺人鬼だ。何？読み人は自分が死者であることを疑わない。決して自分を試したりなんかしない。だがお前は自らの存在に葛藤している。読み人であったならどんなに楽だったろうな。お前の全ての行為を呪われた運命のせいにすることもできただろう。けど違う。お前は生身の人間だ。悔い改めるべき愚かな人間だ。読み人のせいにすることなど許されない。何よこのガキ。いいだろう、この愚かな人間様がお前を読みへと送り届けてやる。この世を去る権利をくれてやる。この世を去る権利か。それはお前にくれてやろう。な、誰だ。この世を去る権利なんか誰も持ってねえんだよ。あるのはただ生きるという事実のみ。ヤマト。悪いなミュー、遅くなった。やっぱり俺この役苦手だわ。ずれて連れてきたの。ああ、なんとかな。ほら。これは一体どういうことなの、ミブさん。ミブさん、あんたの目当ては彼女だろ。ヤマト君に呼ばれたの。ミブさんを説得してほしいと。私が説得できるかどうかわからないけど、ミブさん、こんなことはやめてください。どうして私の教え子たちを傷つけるんですか。お前、それは芝居じゃないのか。本当に覚えてないのか。何のことですか。何のこと。ふざけるな。俺はお前を殺そうとした。あの時あの橋の上で。橋の上。ミブさん、これは芝居でも何でもない。香織さんは覚えてないんだよ。
あんたに殺されかけたことも何にも覚えてない。まさか私が覚えてない。嘘だ嘘だ嘘だ。なんだよ香織、こんなところで車を止めろだなんて。巫舞くん、私また聞いてしまったの。ホテルの従業員との話。あれは別に何でもないんだ。向こうが俺に色目を使ってくるもんだから。去年と同じ言い訳ね。もう聞き飽きたわ。許してくれよ香織、俺たちもう何年付き合ってると思ってるんだよ。高校生の頃からだから。だけどもう数えるのやめたの。ああそうだ香織、お前に渡したいものがある。あほらこれ。あ高かったんだぞ。お前が欲しがってたからわざわざイタリアの本店に作らせた。ほらここリングの内側見てみろよ。 M2K 巫舞から香織へ。ここも見てみろよ、ゴールドにダイヤをふんだんにあしらった。巫舞くん、嬉しいけど嬉しいけど、巫舞くんはいつも物でごまかすのね。それだってまた私に責められた時のために買っておいたんじゃない？違う、これは、いや、そういう時も確かにあったけど、これは。別れましょう、私たち。衝撃的だった。香織の口からそんな言葉が出る日を、俺は夢にも思っていなかった。香織は一生、俺のものだと思っていた。香織が俺に別れを告げたのは、後にも先にも、この一度だけだった。冗談だろ？本気よ。決めたの。あなたは上白家の跡取りとして、これからも頑張って。ここからは、歩いて帰るわ。それじゃ。いった、話して。そうか、そういうことか。香織、お前だけは特別だと思ってたよ。どんなに状況が変わっても、お前だけは変わるはずがないと。それなのに、ちょっと小説が売れたらこのざまか。いい気になって俺に説教。天狗になると人は変わっちまうってことだな。それとこれとは関係ないわ。嘘をつけ。もう上白の看板は不要か。セレブ気取りとは俺も見くびられたものだ。話して、私はそんな。ふざけるな。俺を裏切るだなんて。この俺を。やめ。そうやってみんな俺から離れていく。都合のいい時だけ寄ってきやがって。勝手な奴らばかりだ。お前だけは違うと思っていた。俺は裏切らないと。香織、嘘だ。香織、目を覚ましてくれ。香織。悲しかった。だが、
それ以上に俺の中にあったのは怒りだった。俺を裏切らない女、何があっても俺を支えてくれる女、そいつが突然俺に背きやがった。自分勝手なやつだ。香織さんに去られて当然だ。俺たちの付き合いは高校時代に始まった。だが上白家である俺との関係を香織は内緒にしたがった。だから俺たちが付き合っていたことを知る者は誰もいない。ヤマト、お前も知らなかったはずだ。驚いたよ、ピシャと野獣だな。香織を橋の上から落として自首も考え始めていたある日、香織はあっさりと俺の前に現れた。何事もなかったかのように俺に接してきた。いや、それは少し違うな。香織の態度はまるで赤の他人のようだった。これまでの俺との関係が一秒たりともなかったかのように、俺は傷ついた。香織のそんな仕打ちに、そして俺は理解した。香織は俺への未練だの微塵もないのだと。そう、これはこの香織の態度は一命を取り留めた香織の俺への復讐なのだ。俺は決めた。香織の復讐にとことん付き合ってやろうと。それで山城先生に関わる生徒たちを殺めたというの？香織に後悔させてやろうとね。俺を俺から離れていったことを。それなのにこの女は見向きもしない。赤の他人のふりが終わる気配はなかった。まるで俺との記憶を失ってしまったように、俺との思い出を全て忘れてしまったかのように。香織さんは何も覚えてないよ。ミブさん、あんたとのことは何一つね。どういうことだ？上白ミブ、自らの身勝手な行為を呪うがいい。お前が愛したというその女性がお前の手によって滅ぼされ、読み人として残酷な最後を迎えることを。あ、ミウさん、何を言ってるの？香織が読み人。山城先生、思い出してください。先生はミブさんと付き合っていた。読み人は一番大事な記憶を失って蘇る、その人にとって一番大事な大事な絆を。いいかミブ、山城先生はお前と過ごした日々の記憶を全て失って蘇った。この意味がわかるか？山城先生が生涯一番大事にしていた絆、それが愚かにも上白ミブお前だったということ。ミブさん、香織さんがあんたに別れを告げたのはきっとその意志に背いてのことだ。ミブさんに分かってほしかったんだ。許せない、許せない。首をはねるのがお前ではなく山城先生だなんて。お兄ちゃん、やらなければいけないのか。俺が香織さんの、ごめん香織さん。
カオリ、ごめん。カオリ、俺が全部悪いんだ。俺はなんてことを。身分さ、カオリは俺の全てだった。こんな俺を愛してくれた。こんなダメな俺を分かってたんだ。俺はダメな男なんだ。分かってたけど、だけど認めたくなかった。カオリ、お前は俺の唯一の誇りだった。お前がいるから俺は。なのに俺は、カオリが俺の世界から、この世界からいないだなんて、ごめん。俺はどうしようもない男だ。どうしようもない。だから一緒にいようと思ったの。先生、まさか記憶を。嘘だろ。私、あなたと別れるつもりなんかなかった。ただ分かってほしかった。あなたに、私だけを、私だけを見ていてほしかった。カオリ、本気じゃなかった。だけど私が一度離れることで、あなたが、ミブ君がしっかりしてくれれば。だって私以上にあなたを支えられる人なんてこの世界にいないから。カオリ、だけどごめんね。私がミブ君の世界を壊しちゃったんだね。違う、それは違う。俺だ、全部俺のせいなんだ。お前は何も悪くない。お前が悪いなんておかしい。謝らないでくれ。俺が全て。先生の体が。力で。ミブ君、好きだった。ずっと前から、今もこれからも。カオリ、ミブ君、ごめんね。帰れるの？そんな。お兄ちゃん、私たち少しだけ間違っていたのかもしれない。読み人は失ったものを取り戻すためにこの世界に現れるのよ。私たち、読み人のことも知らずに異質なものだと排除してた。でもきっと違う。私たちの仕事は、黄泉の世界に帰るのを手伝うこと。死者が失ったものを取り戻してあげること。それが、私たちの、次の100年の、役目。
悪いが、ミンを病院へ連れて行ってくれ。おわしが手伝ってくれる。大丈夫だ。致命傷は負ってない。俺は、ミブさん。ヤマト、すまん。最後に一つだけ、手伝ってもらえるか。俺にできることならば。警察まで連れて行ってくれ。一人じゃ心細くてな。ミブさん。その必要はないわ。彼女は大鷲の一員だ。つまり、天名の末裔。隠してて悪かったわね。ヤマトとはいとこ同士なの。この町の臭いものをたくさん見てきたわ。だけど、この任を追って以来、今日ほどこの町の運命を憎んだことはない。俺は、香織さんの首をはねるところだった。上城巫舞、山城香織殺害、及び、女子高生拉致、監禁、殺害、遺体遺棄。まあとにかく、逮捕するわ。それと、今日ここで見たことについては他言しないこと。できるな。これ以上、香織を悲しませることはできない。これ以上、香織を悲しませることはできない。俺は、俺の犯した罪を償うのみ。結構。行きましょうか。両手を出して。痛かった。痛かった。あなたのおかげ。あなたが山城先生に失った記憶を取り戻させた。あなたの言葉が山城先生の心を導いたの。叩いて、揺さぶって。そして、私たちは教わった。詠み人は返すものだと。ありがとう。
痛みはいいの。切り離せるから。おばあちゃんからそう教わった。うん。おばあちゃんはこの町のことだけを考えて生きている人だった。好きなこともせず、考えず、ただひたすらこの町が平和に歳月を重ねるよう願っている人だった。きっと私もそういう生き方をして、そうしてこの世界を去っていくんだとずっと思ってた。私、あなたと一緒だった。この世界がつまらなくて、この長い人生を生きていくのが辛くて、隕石落ちてこないかなとか、いっそ町ごと消えてなくなればいいのにとか、そんなことばかり考えてた。私、一つだけ分かったことがあるの。生きるのって辛いの。そういう風にできてるの。だけど、痛みを知ることが大事なんだって、今はそう思えるの。そうじゃないと、この世界を去る人も、不幸にも蘇る人も、そしてあなたのことも何も理解できないまま、私は消えてしまう。それに、ちょっとだけ思ったの。痛みを知ることで、この私にも、読み人を見つけられるかもしれないって。この痛みが、私にいつか、味方してくれる。関係なわけ？ショック、ケンスケ、ショック、あーっとショック。うるさいな、もうそろそろ読みなさいよ、空気ってやつを。みゆちゃん、みんなでお見舞いに来たのである。ゆきのさん、ケンスケの口癖映ってるよ。口が腐るからやめよ。みゆさん、お花、お花買ってきました。綺麗、 ありがとう。さっこ、病院でのお花の差し入れは衛生上の理由とかで禁止されているところが多いのでござるが、この病院では。説明いいから、ほら花瓶に刺して。ちょっとみんな、シャラップ。みゆちゃんがびっくりしてるじゃない。ねえみゆちゃん、こんなうるさい連中が急に来たら大迷惑。あれ、みゆちゃん。ちょっと誰、みゆちゃん泣かしたの誰。キンスケ、この展開でどうして俺になるんだっての。違うの、私嬉しくて。お、みゆ、こんな私のために、私みんなのために何もしてあげられないのに。みゆ、何もしてほしくないよ。一緒にいればそれでいいの。みゆさんは私の数少ない友達ですから。そうだよアムナ、俺たち友達だろ。アマナを好きな奴が B 組にいるんだけど、生写真売りたいから一枚撮らせてくれ、頼む。うん、じゃねえだろ。ねえ、怪我はもう大丈夫なの？夏祭りで転んだって聞いたけど、入院してるなんて言うから私たちびっくりしちゃって。あれ？私は夏祭りで車と接触して怪我したって聞いたけど。わ、
私はニカレーのステージ中に観客の下敷きになったとばかり。俺は焼きたてのたこ焼きを頬張って上顎をやけどしたって。まあいいんじゃない。とにかく早く良くなってね。ありがとうみんな。ねえ、みんなで写真撮らない？スマホそこの花瓶に立てかけてさ。お、いいね。よし、じゃあ俺の周りにみんな集合。はーい、みんなミユを囲むようにして。はい、タイマーオン。花子ちゃん、ベッド乗っちゃって。いいでござるか。では失礼して。うわあ、ちょっとそこ詰めて。うわあ、ちょっと待て。Thank you.